やばいなぁ。はい、どうもこんにちは、寺井です。今回はね、最近のちょっと僕の近況を話していけたらなと思うんですけども、ぶっちゃけちょっとね、頭打ちかなって感じですかね。いろいろね、僕も事業をねやってるんですけども、バイマーの物販とバイマーのコンサルティングのスクールと、あと他社さん、あるいは個人事業主の方の YouTube 発信支援させていただくような SNS マーケティングのお仕事、あとはサプリメント事業というところで仕事を4つかな軸としてやってるんですが、ご存知の通りバイマーのね物販とバイマーのスクールについては、バイマーの物販がだいたいね、あらりで140、50ぐらいが最近は続いていて、スクールの方もね、月間あらりとしては300から350ぐらい来ていただいて、募集ねしてない期間とかもあったりするんですけども、キャパに応じてこのスクールっていうのは講師の人数っていうのも設けてやらせていただいているような、そんな形になっております。あとはこのウェブマーケティングに関しては、もう本当1年半とか2年も経ってないような新規の事業で、 YouTube だったり Instagram のコンセプト設計だったり台本書かせていただいたり、あとこういったねアルゴリズムとかアナリティクスとか見て、こういった財政がいいんじゃないですかっていう企画提案だったり、それを発信に落とし込むみたいな、そんなビジネスもやってるんですけど、これが利益として月間300万前後ぐらいかな、ここがコンスタントに発生しているような状況になっております。あとはサプリメントなんですけど、これだけ僕の個人会社っていうわけじゃなくて、で役員とかも入れて結構大きな規模でやってるんですけど、月間の会社の売り上げとかでいうと、いい時だとやっぱ5000万とか6000万とかいったりするという中では、これもね会社的な事情で年商という表現になっちゃう申し訳ないんですけど、5億弱っていう感じですかね。そのぐらい規模も拡大してるような、そんな形で今やってます。でやばいなって言ったのがサプリメントなんですけど、結構売却とかの話とかも出てて、役員の中でも話まとまったり、外部とも話まとまったりとかって話してたんですけど、特にこの社内で結構折り合いがつかなくて、売却後の動きだったり売却金額だったりというところで折り合いつかなくて、もうちょっと内製化を極めて、あるいは自分たちももうちょっとできることあるんじゃないかなってところをバリアップしてから売るみたいな話になったので、今年中か、あるいは来年の上半期でいけたらなっていうふうに思ってたんですけれども、難しそうかなっていう感じになっちゃいました。これかなりねキャッシュが入ってくる予定だったんですけども、他のね事業とかも予定組んでた中では誤算が出てきたかなみたいな感じです。ちょっとここは進展あったらね、いろいろお話しさせていただけたらと思うんですけども、サプリメントはそんな感じで、あとはバイマの方かな、結構上下はあるんですけど、近況で言うと直近2ヶ月はあられで100万超えているような状況なんで、結構夏とかってね売れにくいって言われたりするんですけど、年々アベレージ上がってきてるんで、年末に向けていい体制でいけるんじゃないかなっていうところで、有罪料とかも多めに買い付けて、銀座でこの前買い付けに行ったらコンサルの生徒さんと YouTube の視聴者さんと会ってお話しさせていただいたりとかもしたんですけども、 YouTube 見ていただく方はお話しできなかったんですけども、その方が今度ねコンサルティングのスクール入っていただくことになってですね、嬉しく思っております。バイマの方はね年々アベレージも上がっていて、今後もね頑張っていけたらと思うんですけども、このバイマのスクールの方ですよね、ここもちょっと頭打ちかなっていうところで、僕最近結構悩んでて、僕のねコンサルって僕がいて、その下に講師がいて、講師が専属でマンツーマンでつかせていただいて、普段のやるときは講師とやりつつも、で月に1回僕とミーティングしながら、僕はそういった場合は1ヶ月あたりの目標設定だったり、あるいは場合は以外のビジネスの立て方だったり、ビジネスの横展開の仕方、あるいはね法人設立だったり、出る人じゃないので断定的なことは言ってはいけないんですけど、全部周りの僕の実体験にも届くお話だったりとか、ビジネス戦闘力を上げていくみたいなところを担当させていただいております。もちろん場合はね質問というのは回答させていただくんですけども、で講師っていうのはやっぱマンツーマンで作るっていう中で、講師のね枠としては10人までっていう形になっているので、講師の分だけ僕のスクールも受け入れることができるので、売り上げっていうのも上がっていくんですけども、やっぱ講師のね担い手っていうのが本当少ないんですよね。っていうのはやっぱりしっかりバリュー出せる講師っていうのはまだ少ないなっていうふうに思ってます。僕の方では元コンサル生さんだったり、あるいは業界経験者の方っていうところをアサインさせていただいて、講師ついていただいている感じなんですけれども、そこが増えてくれればいいなっていうところで、このスクールっていうのもねスケールさせていただけるのかなというふうに思ってます。前まで野球とかでもよくあると思うんですけど、いいプレイヤーがいい監督になるのは限んない、いいコーチになるのは限んないっていうところの話あると思うんですけども、講師も
もやっぱコミュニケーション能力だったり伝える能力だったりとか生徒さんのエンゲージメントを上げていくみたいなね、そういったスキルもコンサルって求められていったりするので、そういったところを実力とともに担保できる人っていうのはね、これからも育てていきたいなっていうふうに思っております。そういった中でスクールっていうのも大きくなっていって、多くの人に価値を感じていただけるんじゃないかなと思ってます。現状だとやっぱそういった枠がある中では頭打ちかなっていうような感じですかね。やるからにはね、責任持ってやっていけたらと思うんですけど、事業としては現状横ばいというような形になっておりますね。あとはウェブマーケットなんですけど、これはね B2B で個人事業主の方だったり事業者の方、会社経営者の方の商品を売っていく中で YouTube 発信だったり Instagram 発信っていうところがいいんじゃないかなと、やっぱマーケティングの戦略の一つとして重要であるというところで、僕自身もこうやって YouTube をやって、この YouTube によって自分のサービスの恩恵を受けてきた人間ですし、あるいはねたくさんの企業様サポートしてきた経験っていうのがあるので、そういった中で現状3社様対応させていただいているんですけれども、僕のね行っている手法がどういう手法かっていうと、僕って広告回してるの見たことないと思うんですよ、みんな。だからこれで YouTube の自然的な顕在層の方に向けて発信してるっていうイメージなんですよね。っていうのは本当は僕のサービスを知る人がすればマッチングするけれども、僕自身ってこういった広告とかも使わないで、普通のと言いますかオーガニックっていうんですけども、オーガニック発信で見込みのお客様を連れてくるみたいな、そういった形でこの YouTube 発信しております。特にね僕はこういったサプリメントの仕事やってね、サプリメントとか健康食品領域だったり、あるいはこういった物販のスクール、動画編集のスクールとか、なんかこういった稼ぐ系のスクールみたいな発信が結構強いので、そういったクライアントさんしか今はいないんですけども、もちろん今現状の方責任持って対応させていただくんですけども、今のクライアントさんにそれ以上やっぱバリューを出してあげたいなっていうところでも思っておりますし、でもやっぱねもうちょっと幅をね広げていきたいなというふうにも思っております。自分のね会社のビジネスとしてスケールさせるためにもですね。だから今ね広告を学んでます。これもねもちろんコンサル受けてるっていう話なんですけれども、なのでそういった事業っていうところを伸ばしていけたらというところになります。新しい収入軸になっていくかなと思いますし、今の既存のクライアント様だったり、これからしていく僕の発信だったり、サプリメントの日本へのローンチだったり、今中国向けに主にやってますけども、そういうところ今関わっていることの全てにいい影響が及ぼせていけるんじゃないかなと思うので、ここは学んで頑張っていけたらなというふうに思っております。ちょっとね悩んでますっていうところですけれども、大きくは今回3つですね。このサプリメントの売却が一旦保留になってしまったというところと、あとはこのバイマのスクールっていうところは講師の担い手を今後育てていけないかなというところ、あとはこういったウェブマーケティングというところだと、広告っていうね新しい領域を学ぶことでスケールさせていかなければいけないかなっていう、他のね事業体携帯とかも学んでいくところ、課題はね山積みなんですけども、それを乗り越えた時に新しい自分になれる、また大きな自分になれるかなとも思いますので、引き続き頑張っていけたらなというふうに思っております。以上近況報告でした。僕のね課題感ってところもねお話しさせていただいて、いつもと違った動画になったかなと思うんですけども、またちょっと定期的に近況シェアさせていただけたら嬉しいです。最後にねお知らせになりますけども、今現在下記概要欄の公式 LINE アップ登録していただいた方限定で、寺井大輝バイマ初心者入門マニュアル、こちら無料でお渡しさせていただいてますので、僕の事業の一つでもあるこのバイマという物販の稼ぎ方、どういう風に稼いでいったらいいのかなと知ってもらえる資料になるかなと思いますので、気になる方はぜひ受け取ってみていただけたらと思います。引き続きねこういった僕の近況シェアというところも含めビジネスについて、一番はねこのバイマの稼ぎ方っていうところについて発信させていただいておりますので、ぜひチャンネル登録の方と、この動画がいいねと思ったらいいねボタン、ヘラい頑張れと思っていただいた方もいいねボタン、あとは感想だったりコメントいただけたら嬉しく思います。では今回のお話は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼させていただきます。